年齢計算に席、する法律。年齢計算に席、する法律。年齢計算に関する法、律。明治35年12月2日法律第50号は、年齢の計算方法を定める日本の法律である。民法の付属法の一つに位置づけられる。1902年、明治35年12月22日施行。本法には、常数が設けられておらず、 以下の通り、全三項、全十四文字という、極めて簡素なものである。年齢は、小読みに従って計算する、年齢計算にぜする法律、第二項、順用道場一項参照。ただ、即時計算の場合とは異なり、小読みに従って計算する場合には、初日の扱いが問題となる。本来、民法に定める、期間計算の原則によれば、 通常、契約等がなされる初日は24時間に満たない、半端な日となるため切り捨てる。つまり、民法では、日、週、月または年によって、期間を定めたときは、期間の初日は、参入しないものとし、初日不参入の原則。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでないとする。これに対し、年齢計算にぜき、 する法律は、年齢は出生の日から起算するものとし、初日不参入の例外を定めている、年齢計算にぜき、する法律第1項。そして、その期間は、起算日を当日の前日に満了する、年齢計算にぜき、する法律、第2項、順用道条2項参照。以上の条文から、年齢が加算されるのは、起算日に、 大当たりする日の前日の満了時となる。つまり、年を取る時刻は、誕生日前日が満了する、午後12時、24時0、分礼秒と返されている、前日午後12時と、当日午前0時は時刻としては同じだが、属する日は異なることに注意。加齢する時刻は、誕生日、前日午後12時であること、日を単位とする場合は、 誕生日前日の初めから効力が発生していることを明らかにした判例として、静岡県教育委員会事件退職金支払い受け事件が挙げられる。これは、干渉退職の年齢が60歳以下のものと定められている場合において、1912年4月1日生まれのものが1973年3月31日に退職した場合、 干渉退職の対象になるかどうかが争われたものである。昭和五十三年一月三十日に東京高等裁判所で出された判決の中で明治四十五年四月一日生まれの者が満六十歳に達するのは右の出生日を起算日とし六十年目のこれに大当たりする日の前日の終了時点である昭和四十七年三月三十一日午後十二時であるところ 年齢計算に関する法律、民法第143条、第2項、日を単位とする計算の場合には、右単位の視点から終了点までを一日と考えるべきであるから、右終了時点を含む昭和47年3月31日が、右の者の,の満六60歳に達する日と返することが、できる判断された。民主党の平野博文は2002年、 平成14年7月25日、衆議院から政府に対し、年齢の計算に関する質問主意書を提出。この中で、万年齢の考え方について、国民の常識と法律上の取り扱いとの間、さらには、各法令相互の間において、祖母や混乱が見られるように思うと質問した。これに対し、政府は、同年9月18日、衆議院に対し答弁書を提出。 この中で年齢計算に関する法律は、あるものの年齢は、そのもの,の誕生日の前日の午後12時に加算されるものとしているのであって、このことは、社会における常識と異なるものではないと考えている。各種の法令の年齢に関する要件に係る規定は、年齢計算に関する法律の規定を前提としつつ、 それぞれの制度の趣旨、目的に照らして合理的な要件を定めているものであり、これらの規定が一般常識に反する等のご指摘は当たらないと考えており、年齢計算に関し、ご指摘のような法令の抜本的改正は容しないと考えていると答弁した。年齢規定を持つ法令は多いが、その年齢は本法に基づいて計算している。各条文の表現により、 効力の開始が、誕生日前日からのものと、誕生日当日からのものがあるが、その違いは単位である。日を単位とする場合、時刻の部分、午後12時を切り捨てるため、その効力は、誕生日前日の始め、午前0時から発生している。一方、時刻を単位とする場合、その効力は、誕生日前日の午後12時まで、すなわち誕生日を迎えるまで発生しない。 単位を見分けるときは、罰祭に達した日など、日という文言が用いられている場合は非単位。罰祭以上、罰祭に満たないものなど、日という文言が用いられていない場合は、時刻単位返されている。なお、法令によっては、罰祭に達した日の翌日という規定があるが、これは2月29日生まれぬもの以外は、罰祭の誕生日と同じ意味となる。 代表的な法令、年齢計算については、常日のように、本法に基づき、加齢する時刻は、誕生日、前日午後12時、日を単位とする場合は、誕生日前日の初めから、効力発生という運用が、一般的となっているが、一部にこれとは異なる、取り扱いをする場合がある。以下に代表的な例を挙げる。以下の選挙権に関する記述は、2015年。 平成27年6月17日に選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる等18歳選挙権に関連する改正公職選挙法が成立し2016年平成28年6月19日から施行されるより前のものである2016年 平成28年6月19日以降については、年齢満20年を18年に読み替える必要がある。選挙権を有するのは、年齢満20年以上のものである、公職選挙法9条1項、2項ところ、選挙管理委員会による運用によれば、選挙期日の翌日が20歳の誕生日である場合、その選挙への投票は可能である。例えば選挙期日が、 平成25年7月21日の場合、平成5年7月22日生まれの者も投票できる。これは昭和54年11月22日の大阪高等裁判所における選挙無効請求事件、昭和542の判決において、以上の理由から公職選挙法9条2項に言う、満20年以上というのは、満20年に達したとき、または、 万二十年を超えるとき等と異なり、万二十年に達する日が終了したことを要せず、万二十年に達する日を含むと解すべきであること。この他、という理由で、万二十年に達する出生を当日の前日の午後十二時を、含む同日午前0時以降の全部が、選挙権取得の日に当たるものと解されているからである。なお、不在者投票については、 選挙期日現在で選挙権を有していればよいが、期日前投票については投票の当日に選挙権を有していなければ投票することができない。公職選挙法四十三条。高齢者の医療の確保に関する法律、昭和五十七年法律第八十号では、第五十二条において、略後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日、略から、 その資格を取得する。都市、第1号で、約75歳に達した時、と規定している。75歳に達した時は75歳の誕生日、前日午後12時のため、該当するに至った日は、本来75歳の誕生日日となるところ、同法を所管する。厚生労働省では、同法は、年齢計算に是非、する法律を適用しておらず、 第52条でいう、該当するに至った人は、第1号の場合、75歳の誕生日当日と解釈しいる。行政が特別法なしで法律を適用しないことが許されるのかどうかは別として、現実には、各広域連合では、同省のこの見解に基づき、75歳の誕生日当日をもって、被保険者資格を取得するという運用を行っている。 2009年に実施された定額給付金では基準日2009年2月1日現在で65歳以上の者の及び18歳以下の者には8000円が加算された。この場合1990年2月2日生まれの者は2009年2月1日午後12時で19歳に達するため基準日現在19歳であり本来加算対象には含まれないところ総務省は 基準日の大部分を18歳として過ごしているとの理由で、これも18歳以下のものに含めることとした。一方、基準日の大部分を64歳として過ごしている1944年2月2日、生まれのものは65歳以上のものに含めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。